突然ですか皆さん、こちらのチャート何の銘柄かお分かりでしょうかこちらはですね、先日なんと1日で200%も価格が上昇した APEX というトークンになっています。しかも、この価格が上昇した日なんですけれども、 仮想通貨、ビットコインのマーケットが暴落した日だったんですよね。そんなタイミングでなぜ上昇していたのか、そしてこの APEX って何なのかっていうのを、まあ非常にですね、いろんな方面から問い合わせがあったので、今日は皆さんにちょっと簡単にご紹介をしていきたいかなと思っています。で、今見ていただいているのは、バービットのプラットフォーム上なんですけれども、今、これに加えて、ユニスワップでもですね、取引できるような今状況になっています。で、プラス今後、この APEX トークについては、他のメジャーな DEX や、 セントラライズエクシェンジでも取引が可能になるということで、もっともっとこの幅広い、いろんな取引所でこの APEX トークンが取引できるように今後なっていきます。で、そして、それがなぜ、この APEX のトークンに対していい影響がですね、あるかというところも含めて、今日はですね、ご紹介をしていきたいなというふうに思っています。で、まずそもそもこのトークンは元より APEX って何なのかっていうことをですね、ご紹介をしていきたいんですが、 今ですね、マーケットでおそらく一番使いやすくて、かつめちゃくちゃ早い。まあこういった側面で、かつ取引手数料も本当に他と比べるとすごく安いということで、もう3秒揃った、世界的にも非常に使いやすい、安全な DEX というふうにも言われています。で、この DEX で使われているトークンが、まあ、APEX というふうに言われているものなんですが、この APEX トークンをこの APEX のプラットフォーム上に ステーキングしておくことによって、なんとですね、この DEX が上げている収益の分配をですね、受けれるという仕組みになっています。で、えー、おとといですね、このトークンの価格がなんと300%まで上がってしまったことによって、受け取れる報酬はトークンの額面からは減ってしまうんですが、その大きく上昇する前まではですね、なんと1週間で、え、年率、年率ベースですよ。 70%とか、まあ、週によっては、本当に取引ボリングをドーンと伸びた週は140、140%ぐらい収益がですね、まあ、もらえていたというようなタイミングもあったので、まあ、これからですね、この DEX、もしくはマーケット全体が盛り上がってくることによって、ただただトークンをステーキングしておくだけで、ものすごいですね、まあ、割合の報酬というのがもらえると。で、この報酬なんですけれども、当然、 usdc でもらえます。これは apex トークンとかで、ね、吐き出しているわけではなくて、この dex が上げる報酬なので、usdc で皆さんももらえるというですね。かなり非常に他の dex ではなかなかないシステムになっていますと。で、まあそういったこともあって、かなりこの apex トーク e に関しては、ステーキングプログラムがですね、まあ、人気だったわけなんですが、まあそれに加えて、まあ、今回新しくですね、トークンエコノミーに関して、 え、変更があったということで、トークンが、まあ一日にして、もう爆上がりをしたわけなんですけれども、まあ今日はその理由についても今からですね、説明をしていきたいと思っています。で、いくつかあるわけなんですけれども、まず一つ目ですね、トークンエコノミーの変更があったわけなんですが、トークンの総発行枚数がですね、10%から15%、 今後ですね、大きく削減をされると。それによって、1枚あたりのトークンの価格がですね、潜在的に大きく上昇するということが近いうちに起こります。で、プラスそれに加えて、2つ目なんですけれども、今後ですね、バイバックバーンプログラムというものが今後導入されることによって、エーペックスのですね、まあ、あの価格の底上げということが一つまず行われていきます。で、それだけでもですね、非常にいい え、ことなんですけれども、エコシステムとして、この、この APEX っていうのは、ま、どん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 強くなっていきますよ、と。で、その一つがですね、さっき申し上げた、この APEX トークンが、バービット、ユニスアップに加えて、他のメジャーな DEX だったりとか、中央集権的な取引所で取引されるというようなことになっていきますと。で、そうすると、幅広い取引所で、このトークンが買われて、まあ、最終的にこの APEX トークンが、この APEX 所で、 え、ステーキングっていうことになるような、まあ、ケースがですね、非常に増えてくると思うんですが、より幅広いユーザーに対して、この APEX トークンが、まあ、知ってもらえて、かつ、取引できるというような状況になるので、まあ、すごいポジティブですよね。で、今現在、この APEX をですね、ステーキングする際に、イーサリアム、そして、 アービトラムでですね、ステーキングできるようになっているんですが、今後はマントルですとか、他のネットワーク上でもステーキングができるようになるということで、どん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 このマントルに対して、どん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 このエイペックスに対しての間口が広がっていくというような状況に今なっていますと。で、プラスさらに加えて、よりですね、幅広い取引所だけではなくて、マーケットメーカーですとか、あと他のエコシステムとどん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 協業を していくことによって、この APEX のエコシステムの充実もそうですし、あとはより幅広いエコシステムとコラボレーションをですねしていくことによって、世界的な認知拡大がさらに行われるんじゃないかというような期待も今、高まってきています。そもそもなんですけれども、この APEX の DEX っていうのはさっきも言った通り、もり、手数料もめちゃくちゃ安い。しかも、開発もですね、非常にセントラルエクシェンジで開発が慣れているチームが え、はやっているので、まあ、使い勝手もめちゃくちゃいいと。あとは投資家っていう観点でも、まあ、例えばドラゴンフライというふうに言われるような、世界的にもこの取引所の分野に対してめちゃくちゃ投資をしているですね、ベンチャーキャピタルもですね、入っていたりもしているので、まあ、そういった幅広い意味でのサポートが今されていると。で、プラスそれに加えて、今ですね、取引のボリュームっていうのも、毎週毎週どん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 ,どん増えていってるんですね。まあ、これはマーケット全体が今、 また戻ってきているというのもそうですし、まあ、やはり継続的なマーケティング活動というのもそうだと思います。で、今後ですね、ブルーマーケットが来るに従って、取引ボリュームでもどん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 伸びていくと思うんですが、それがですね、なんと、このプラットフォームでステーキングしていることによって、自分自身はトレード何もしなくても、このデックスが勝手に収益を上げてくれれば、皆さんに対しての収益分配っていうのも、どん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 増えていくっていうですね、まあ、ことが起こってくると。まあ、これ本当にいいシステムだなと思うので、 えこのマーケットが拡大していく、DEX っていうマーケットもそうですし、仮想通貨のマーケットっていうところが拡大していくに従って、皆さんがですね、何もせずに、この APEX のトークンをステーキングしておくだけで、その拡大成長を享受できるという意味では、非常にいいシステムになってるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、こういったところもトライしていただくのも一つありなんじゃないかなと思います。で、僕はですね、結構この APEX トークンを 前から持っていていステーキングもですすねずっととしてますとでそれもあってこの約1年弱ぐらいでもうステーキングしている額の、まあ、ほぼ100%をですねその配当というかレベルインシアでもう回収をしてしまっているのでまあそういった意味では非常にいい投資だったなと思いますし今後さらにですねこの APEX のトークンのエコシステムが認知され拡大していくことによって APEX トークンの上昇というのも見込めるんじゃないかなと思うのでまあしばらくもう少し 持っておこうかなと思ってます。で、特に今後は、セントラライスエクシェンジ、中央集権的な取引所も、まあ、あの、成長の余地っていうのはあると思うんですが、やっぱりどん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  DEX のマーケットというのがですね、今成長していくというふうに言われていますよね。まあ、そういったこともあって、やっぱりこういった形で、非常に先行している DEX に、ま、最初から、ま、ークを持っていたりとか、投資をしていたりとかっていうふうに、ま、しているファンドウィンは非常にありますけれども、まあ、そういったやっぱ先行者優位な、 え、環境っていうのは継続してやっぱりあると思うので、このプラットフォームはですね、結構その DEX の中でも結構パフォーマンスが非常にいい。で、かつ時価総額もこれでドーンと跳ね上がったとこともあって、より多くの DEX をデックスに対して投資をしたいという投資家も入ってくると思いますし、ユーザーも増えてくるんじゃないかなというふうに思っています。で、ちなみにこの DEX まだ使ったことがないよという方は、一応概欄の方に え、リンクを貼ってますので、そこを通じて入っていただくことによって、この DEX のですね、取引手数料というのが、まあ、永続的に割引されるような特典もあるので、見ていただいてもいいのかなと思います。はい。で、今見ていただいているのが、エペックスのですね、トレーディングプラットフォームになっているんですが、まあ、非常に見慣れて使いやすいプラットフォームの形状になっているんじゃないかなと思います。で、この左上のですね、ビットコイン USD というところをクリックしていただくと、まあ、多くの取引ペアっていうのがあるので、 え、こちらチェックしていただきたいのと、ま、どん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 ですね。ま、毎週毎週ぐらいかな。今、あの、取引ペアが増えていっているので、ま、皆さんもし、え、こういったペア取引したいなと思えば、ま、Twitter とか X ですね、ま、リクエストいただくと、ま、結構早く、こういったところにも導入してくれたりもするので、ま、今後ですね、ま、ユーザーにより、え、使いやすい、使われやすい、え、プラットフォームとして、え、成長していくんじゃないかなと思います。ま、あとはですね、皆さんに見ていただきたいのは、さっきのプラットフォームに戻って、ここのプロダクトの、 え、ステーキングっていうのがあるので、ここにちょっと行ってみたいんですけども、ここにですね、皆さんが買った APEX のトークンをステーキングすることによって、レベニューシェアをですね、得られるというような仕組みになっています。で、今、こちらにちなみに書いてあるのが、拡大しようかな。はい。プール APY というのが42.3%とあるんですが、これですね、1週間のうちの7日間のうちのですね、5日間、この DEX で え、トレードをすれば、これトレードっていうのは金額も関係ないので、小さい金額でも大きい金額でもいいんですけれども、毎日、毎日とか5日間か、5日間、これは5回ではなくて5日間にわたって取引をすることによって、この APY っていうのはですね、ブーストされます。なので、今42.3って書いてますが、実際にもらえるのは取引回数に応じて、例えば50%を超えるようなことも全然普通にあるので、まあ、それは、ステーキングするのであればどうせ、 え、取引っていうのも重ねてやっていただくことによって、この API をですね、ブーストをしていただけばと思っています。でちなみにですね、僕は、この42.3%からブーストされて 58.、58.3%というようなステーキングのですね、まあ、API をもらえるような今状況になっているので、まあ、この取引をするかしないかで、かなり大きな差が出てくるので、ぜひですね、皆さんこういったステーキングをするのであれば、取引も え、5日間に当たってですね、していただければと思っています。本当にさっきも言った通り、金額の大きいとか小さいは関係ないので、本当に小さい金額だけでもやっていただくだけでブーストされるので、そういったところもトライしていただければなと思っています。はい。で、まあさっきですね、皆さんにお見せしたこの、まあ、トークンの,、まあ、あのチャートに戻るんですけれども、ちょっと異常なぐらい取引が盛り上がったのが、まあ、初日だったんじゃないかなと思っています。で、今後も継続して、 他のプラットフォームに上場したりすることによってですね、え、取引ボリュームもさらに出てくるでしょうし、ま、認知の拡大が、ま、今後もっともっとされていくんじゃないかと思います。あとはさっきもちょっと申し上げたように、DEX のですね、今ユーザーの、え、トレーディングボリュームも人数っていうところも、ま、増えていってるんですよね。やっぱり先行者利益っていうのは、もう確実にあると思いますし、今、他のプラットフォームでも、 え、さっき言ったようなレベニューシェアのモデルっていうのはあるんですけれども、まあ、結構このエンペックスではですね、もう断突にそのレベルにシェアのモデルっていうのが、ユーザーに対して非常にフレンドリーということもあって、まあそういった面でも非常に人気があるような、今、まあ、仕組みとなっています。で、今後はですね、まあ、あの、10%、15%の供給量の,あの絞り込みっていうところと、バイバックアンドバーンのですね、プログラムっていうのが、まあ起こってくるということもあるので、まあ、継続的なかはわかりませんが、 まあタイミングを見てですね、価格が上がっていくようなこともあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ興味あるよという方は、このプログラムに参加したりとか、ペ p e x トークに実際に買わなかったとしても、見ていただくだけでも、次世代の DEX がどういうような仕組みになっているのかっていうのもですね、学べると思うので、ぜひですね、チェックしてあげて嬉しいです。はい、ということで皆さん今日の動画はご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。